DJ 太郎がお届けしています J-Wave Hello World ここからはサイバーラボのお時間ですね、夏おじいちゃんおばあちゃんの待つ田舎に帰るとかね、えー、ご実家にお戻りになるまあ、そういった皆さんがやはり欲しいものといえばお土産ですはい。 今週のサイバーラボはアンテナショッププレゼンツ人気お土産コレクションをお届けしておりますその土地の物産品のすべてを知り尽くす都内のアンテナショップの従業員の方がおすすめする人気のお土産をご紹介しております今夜はこのお土産です沖縄天使の羽東京銀座にあります沖縄県のアンテナショップ銀座和下ショップチーフマネージャーの藤原直樹さん一押しのお土産ですなんと藤原さんは ハローワールドリスナーでいらっしゃるそうで、ありがとうございます。番組の趣旨を分かっていらっしゃいますね、藤原さんは。サイバーラボですよね。ってことは、太郎さんが食べたことがないちょっとコアな商品がいいですよね、と。もう説明いらずでございまして、スタッフ楽、楽、楽さしちゃった、えー。この天使の羽を紹介していただきました。沖縄のスーパーで売られている丸吉の塩せんべい。その塩せんべいを焼く際に、 型からはみ出したふわふわの部分を商品化したものが天使の羽ということなんですねある時職人さんがお腹が空いていた時にたまたまそのふわふわの部分を食べてみたら美味しさにびっくりと慌てて作業をやめてみんなでふわふわを試食30年も気づかずに捨ててしまっていて本当にごめんなさいってそんな時間経っちゃってたんですか、えーえー、商品化にカこつけたと 今では沖縄の子どもたちに愛される一般的なお菓子として非常に人気となっております。なおパッケージには「音が出ないチップス」と書かれておりますが和田ショップの藤原さん曰く「音は出ちゃいますが太郎さん気にしないでください」とのことです。<laughs> いいですよ別に。ラジオ的にはちょっと音が出ていただけた方がねいいんですけど。はいということで「天使の羽」パッケージもちょっとかわいいですね、えー。この羽をモチーフにした キャラクターグッズみたいになってまして食べても音が出ないチップスって書いてあるんですけど出るらしいあ確かにねごめんなさい触った感じだとこの中途半端なふわふわ感っていうんですか明らかになんか何かを作ってるとこ工程の途中でできたみたいな感じがものすごくしますそこがいいんでしょうねいただきますうーんああ 面白いあの外側はちょっとパリッとしてるんですけど中側はちょっともちネチ、ね、っとしてるんですよねあのすっごい失礼な言い方をしますけどある意味ちょっとしけったせんべいみたいな感じがあるんですよただしけったせんべいは本来硬いものがしけったからちょっとこう違和感なんですけどこれは初めからこういうもので 軽く塩味になってて食感が3層になってます。硬い、ふわもち。で、食べていくとまたちょっとこう粘着質がこう出てくる感じがちょっとお餅っぽかったりとか。うん。これ子供好きだわ。子供にとってはなんかほらお子さんってこうグミとかなんかあのグニュッとしたもの好きじゃないですか。これ口の中でいろんなこう食感にトランスフォームするんですよね。で、最後は わたあめ菓子みたいに口の中から噛んでてなくなん,ないんじゃなないですよなんかこう口の中でシュッと最後いなくなっちゃうあれなくなっちゃったじゃあもう一個みたいなはいこれハマるかもしれませんねはいというわけでございます、えー、おせんべいとしてこれ食べるのはもちろんなんですけどカレー粉またはあ七味唐辛子いいかもねあとえご飯に混ぜて <laughs> おむすび どういうこれ具材になるんでしょうかあ、どうか、カレー粉とか七味唐辛子をこう振りかけて、それ、ちょっと味をつけておにぎりにするといいのかもしれないですね。あと、クリームスープに入れるハンバーグや炒め物の具材などにも使えると。これは未知の領域ですけど、やってみたくなります。はい。沖縄県のスーパー、那覇空港、そして銀座にあります。和下ショップ銀座でも販売されております。サイバーラボ、アンテナショッププレゼンツ、人気お土産コレクション、えー、また、 明日も話題のね、えー、ご当地土産ご紹介します。どうぞお楽しみに。